はい、さい、チャンプルーです、今日は電動一輪車キングソングの KS18 っていうやつで海を散歩してますね。まあこういう感じでね、こう散歩もできますね。かなり気に入ってて、いろんなところをこう走れますね。まあビーチも、こういうビーチもね、走れますね。サーフィンをされてる方々もこんな感じでいますね。で、ここら辺に海藻がいっぱい落ちてますね。チロリちゃんもね、こういう感じで。で、ビーチで遊んでる人たちもいますね、あんな感じで。ちょっとビーチを走ってみたいと思います。周りの景色がこんな感じですかね。ね、じゃあちょっとビーチを、よいしょ、こらしょ、まあ私はこんな感じですかね。映りますかね。ね。まあこういうふうにこう立つこともできますし、座ることもできますし ね。電動一輪車。まあこれから日本でもね、流行ればいいですね、こういう感じで。今日はさすがに人々が少ないですね。ここは、パシフィックビーチっていうところと、ミッションビーチっていうところのちょうど中間地ぐらいですかね。トゥアーマリンビーチっていうところから、そうですね、ビーチに降りて走ってきました。で、これから、そうですね、ミッションビーチっていうところまで、こうまあね、ほとんど人がいらっしゃらないんで、これから向かおうかなとかって思ってますね。まあね、人がたくさんいるビーチもいい感じなんですが、こういう感じでね、人々がこうほとんどいらっしゃらないビーチもまたいい感じがしますね。太陽もね、めっちゃいい感じですね。ところどころにこうカモメさんとかがいたりして、まあ冬の訪れって感じがしますね。ということで、チャンプルーでした。またやーさーい。ピュ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 。